こんにちは、元チャンネルガードマンの MI です。今日は皆様に大事な報告があり、一人で動画を回しています。以前の動画を見ていただいたらわかると思うのですが、まだ以前の動画を見てない方は以前の動画を先見てください。ガードマンが僕にドッキリをしている最中に、僕のお母さんが YouTube に映ってしまい、ガードマンにその動画を上げないでくれとお願いしたのですが、ガードマンが無許可でその動画を上げてしまい、僕は YouTube をやめることになりました。お母さんにはガードマンにやり返しをしたいと言ったのですが、お母さんに人のものを壊すのは良くないと、 YouTube をやめなさいと言われたので YouTube をやめることになりました。今までチャンネルガードマンで MY を応援してくださった皆様、本当に申し訳ございません。プレゼントを送ってくださった方、本当に申し訳ございません。ドッキリが好きでチャンネルガードマンを見てくださったファンの皆様、もうドッキリができなくなり本当に申し訳ございません。いつもと違い、今回は本気です。僕のお母さんの知り合いの米工場で僕は働くことになりました。今お母さんが映った動画はガードマンに急いで消してくれと頼んでるところであります。以前の動画で僕はガードマンに全くドッキリをしてないと言っていましたが、ドッキリした分の修理費や退去代、そちらはお母さんが立て替えてくれて払ってくれました。なのでガードマンとは縁を切りました。12月7日のチャンネルガードマンの東京のイベントはもう僕の出演が決まっていたので、それを最後の出演にしたいと思います。僕の最後となるので、皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。イベントには出演しますが、動画には金輪際出演することはないので、今まで本当にありがとうございました。